もっけ、平家が福原に都を移してから、どうしたことか、清盛は妖怪変化の類を見るようになった。さして、体が悪いというのではないが、胸騒ぎがする。夢を見るたびにうなされる。朝起きてみると、汗を滴るほどかいていることが多くなった。あるとき、清盛が寝所におり、ふと頭をめぐらすと、大きな目が清盛をにらむ。思わず起き上がると、一見四方もある巨大な顔だけの化け物が、部屋の一方を壁のごとく閉めて、寝所を覗き込んでいた。強気の清盛がはったと睨み返すと、すっと消えた。また、他の御所というのは新築したばかりで、付近にも、邸内にも、巨木というものがないのに、ある夜、呆然と大木が倒れる音が屋敷を揺るがす。と、今度は、およそ2、3000にもなろうか、人がどっと笑う声が、夜空に響き渡る。人々は恐れおののいた。天狗の仕業ではないか、というので、警護の武士を揃えた。昼50人、夜は100人の武士が、引き目の当番と名付けて、毎晩、威嚇の音高らかに矢をいさせた。空に鳴る矢が、天狗のいるとおぼしきあたりに風を切れば、物音はしないが、あらぬ方に向かって、再射すると、どっと笑いが虚空に広がる。人々は我が身を疑った。